お願いします。では、改めまして、皆様、こんにちは。こんにちは。森と申します。本日、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、本日の流れを簡単にご説明させていただきます。まず皆様から御社やお仕事について、簡単で結構ですのでご説明の方をお願いいたします。で、次に生徒が一人一人自己紹介をさせていただきますので、聞いていただけたらと思います。で、その後皆様から生徒に質問の方をお願いいたします。で、その後生徒から皆様に質問させていただきたいと思いますので、お答えの方をお願いいたします。最後に彼らから自己アピールをさせていただければと思います。本日は短いお時間ですが、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとまずですね、彼らがどんなところで勉強しているか、しているかというのをちょっと動画にまとめてますので、1分程度見ていただけたらと思います。はい。彼らインドネシアのバンドンというところにおりましてですね、インドネシアの4番目の都市になります。画面見えてますでしょうか。あ、見えてますでしょうか。あ、はい。見ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日、生徒4名と、あともう一人デリーという通訳参加させていただいております。基本的に面接は日本語でさせていただきますが、本当に難しい言葉などありましたら通訳使わせていただければと思います。では御社のお仕事について簡単で結構ですので、ご説明の方お願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、私たちの会社はお豆腐を製造しております。で、主に豆腐製造で、仕事の内容としましては、検品、あとは豆腐の広い、もう少しレベルが上がれば、機械操作のオペレーターの分もやってもらいます。で、作業時間ですけど、朝のそうですね、8時半から大体夜中の1時、2時ぐらいまでの作業となります。そちらは2交代で作業を行っています。かしこまりました。ありがとうございます。はい、こちら、念のため通訳をさせていただきます。デリーさん、お願いします。かしこまりました。社長様、こんにちは。本日の面接の通訳を務めさせていただきます。デリーと申します。これから御社でのお仕事の内容に関しまして、生徒たちに説明していただきます。OK。Jadi, perusahaan beliau namanya adalah baik khusus Takagi sama ya, dan dia itu ada di Gifu. Dan perusahaan itu terkait untuk pengolahan makanan di tahu ya, pengolahan tahu. Jadi pabrik tahu. Dan nanti operator itu
untuk apa memilah tahu gitu. Dan kalau misalkan kalian nanti apa sudah naik level ya, apa misalkan sudah terbiasa dengan pekerjaan, itu nanti kalian akan ditugaskan untuk melakukan mengoperasikan mesin pabrik di pabrik tahu itu yang lebih tinggi levelnya gitu. Dan kemudian untuk shift kerjanya, jadi untuk kerjanya itu kurang lebih dari jam 8.30 pagi sampai jam 1 malam kurang lebih, dan itu dibagi menjadi dua shift gitu ya. Kayak gitu. Dan oke, okay, dan itu sih mungkin penjelasan dari perusahaan Raikus Takagi. Hai, minasan, mau wakarimasu kah? Hai, wakarimasu. Hai. Hai. では、これで約は以上となります。はい、ありがとうございました。ご説明ありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、続きまして自己紹介に移らせていただければと思います。本日1番の、タフフィック君がちょっと停電の影響で、参加ができないということですので、2番のリフキ君から自己紹介させていただきます。ところへ行きたいです。できれば長く働きたいです。家族の経済のために貯金したいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、アセプ君、教えてください。はい。私は5年間でも仕事できます。5年間ですか？もっとですか？ 5 年以上。はい、5年間です。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。では画面変わります。4番イマヌエル君お願いします。はい、私です。私は5年間以上働きたいです。なぜなら私は日本に行くに時は大学も入りたいですから、長く欲しいです。はい。はい、ありがとうございます。書いてる？さっき書いてあるの？書いてない。では、画面変わります。5番、リアン君、教えてください。はい。私は長い時間が働きたいです。なぜなら、たくさんお金を貯金したいし、もっと日本語を勉強したいです。例えば、5年間以上です。8年間でも、10年間でも大丈夫です。ですから、私は長い時間が働きたいです。はい、以上です。はい、ありがとうございました。では、質問をお願いします。はい。あと5分なんで。はい、ではですね、生徒から皆様にご質問の方させていただければと思います。皆さん一人一つずつ質問をお願いします。では2番のリフキー君からお願いします。はい、私です。ライクスタキギ様、すみませんが質問してもよろしいでしょうか？はいはい。ライクス高木様の会社からアパートまでどのぐらいかかりますか？自転車で10分ぐらいです。あ、10分ですね。毎日自転車で行けます。健康のためにいいです。伝えていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では3番アセプさんお願いします。はい、一つことが聞きたいんですけど、ライクス高木の会社で昼勤とか朝礼とかどっちですか？昼勤夜勤とか聞きたいです。昼勤も夜の夜勤の方もシフトによっては働いてもらう時があります。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。昼勤も大丈夫です。はい、ありがとうございます。夜も大丈夫ですか？夜も大丈夫ですか？夜も大丈夫です。もう慣れていました。はい。
ありがとうございます。はい。では画面変わります。4番、イマヌエルさん、お願いします。はい、私です。すみません、ライクス高木様たち、質問してもよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ライクス高木様たちは英語話しますか。英語？はい、英語話しますか。話せません。話せませんですね。はい、はい。でも、はい、わかりました。あ、イマヌエル君待ってください。あの、はい、もしあなたたち日本に来ましたら、私が あの担当します。私英語喋れます。あ、はい。あ、本当にできますね。大丈夫です。コミュニケーションはノープロブレム。大丈夫です。はい。はい。わかりました。私は英語できますから、あ、先輩と話す、あ、日本語、難しいな日本語言葉あったときは、英語で話すことができます。はい。はい。わかりました。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では画面変わります。5番リアン君、教えてください。はい、すみません、皆様、質問してもよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。社長様の会社には会社員が何人いますか。何人ですか、リアン君。もう一度お願いします、はい、社長様の会社には会社員が何人いますか。何人、大体150人ぐらいです。150人ぐらい。150人ぐらいですね。はい、はい、わかりました。私はたくさん日本人に仲良ししたいです。なぜなら私は日本人からいろいろなことを勉強したいです。例えば日本語や日本の文化や日本の技術など勉強したいです。ですから私はたくさん日本人と仲良ししたいです。はい、以上です。すみません、ありがとうございました、はい、もう、はい、30秒ぐらいです。はい、もうあの40分きっちりでもう終わる感じでしょうか。強制的にシャットダウンになります。 あ、そうなんですね。はい、かしこまりました。じゃあ本日お時間いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。結果はまた、ありがとうございます。ぜひあのご指名していただけたらと思います。はい。